オクテットチャンネル。いつもご視聴いただきありがとうございます。オクテットメンズファッションチャンネルの安藤です。今回はですね、春夏にも以前お話はしてるんですけど、大人の男性で、デニム、チノパン、スウェットを結構履いていて、まだスラックスは履いてないというか、まあ、これからちょっと履いていきたいなと、なんか大人っぽくてすごく品のあるし、綺麗な感じになるので、ちょっとね、挑戦してみたいなと思ってる方に、おすすめのものをね、以前紹介させてもらって、春夏はね、すごく、おかげさまで好評いただいてまして、それの、秋冬バージョンがね、入ってきたので、そちらをこう紹介しながら、改めてなぜいいのかだったりとか、どんなところがね、こう、初めて履くのにとか、スラックス入門として向いてるのかみたいなところを、ちょっとご説明できたらなと、思っております。はい。なので、まあ、この秋冬からね、昨年ちょっと気になってはいたけど、やっぱりね、こう、距離を置いてたっていう方だったりとか、ちょうどね、こう、スラックス履いてみたかったんだっていう方だったりとか、まだお持ちでない方は、ぜひね、見ていただけると面白いというか参考になるんじゃないかなと思っております。はい。で、今回紹介するのは、春夏のあのグレーのスラックスに引き続き、秋冬のね、ブリリアさんのイージースラックスを使っていこうかなと思ってます。はい。ブリリアっていうね、イタリアのブランドなんですけど、ブリリアってなんだと。インコテックスさんだったりとかね、PT だったりとかは結構知ってるけど、あんまり聞いたことないなっていう方もいるんじゃないかなと思うんですけど、かなり形も綺麗で、生地選びもしっかり良くて、おしゃれで、今時なね、こう提案もそうだし、クラシカルなものだったりとか、いろいろ作ってるんですけど、まあ、特に、うちでこう定番として入れさせてもらうのが、このタイプですね。はい。ウエストがゴムになってて、紐がついてるタイプの、見え感がめちゃくちゃ綺麗な、イージースラックスですね。まあ、ジャージみたいにこうめちゃくちゃストレッチが効いてるってわけではないんですけど、まあ本当にスウェットパンツの腰回りと、スラックスのこう見え感、生地感だったりとかね、高級感みたいなところのいいとこ取りをして、で、なおかつ、こうピタッと細すぎるものだと、さっきの話、ストレッチがそんなに効いてないんで、なかなか窮屈になっちゃうと。はい。なので、まあ、ちょっとね、渡り回り、太もものこの周りとかはちょっとふっくらしてて、楽に履けるような、でも綺麗なラインが保てるようなシルエットになってます。まあ、ちょっと一回ね、見てみた方が早いと思うので、ちょっと履いてみます。はい、というわけでですね、ちょっと着替えてみました。こんな感じです。どうですかね？めちゃくちゃ綺麗で上品な感じがするんじゃないかなと思いますが、ぶっちゃけ僕はスウェットパンツ履いてるよりめちゃくちゃ楽です。はい。ウエストをね、本当にゴムで、まあなんか楽なやつに流れちゃうなっていうのはね、ちょっと最近本当に思ってますけど、やっぱりこうね、多分履くのはね、休日がメインになると思うので、休日履くんだったら楽で、ちょっとね、こう綺麗に見えるような、バランスのアイテムがいいんじゃないかなと思って。はい。で、これね、秋冬の新作、先ほども言いましたけど、かなり生地が良くてですね、すごくお気に入りなんですけど、メランジと言いますか、はい、結構フランネルっぽいね、温かみのある素材で、肝感が少しあるんですけど、まあ、秋冬らしくてね、いいんじゃないかなと、かっこいいなと思ってます。はい。で、まあ、先ほども言いましたけど、形がね、ちょっとこう、はい、ふっくらしてますよね。まあ、これからね、ちょっとここ数年、こうパンツを選ぶのであれば、このぐらいちょっとゆとりを持って、でも、こう前から、正面から見たときに、こう綺麗に見えるシルエット。はい。こういうパンツがね、すごくいいかなと思います。で、ブリリアさんの場合はやりすぎてないので、あんまり太いのが苦手っていう方でも、かなり入りやすいんじゃないかなと、履きやすいんじゃないかなと思います。はい。で、まあ今回ね、あえてね、ちょっとこうシャツを、着てみて、ちょっと秋っぽい感じで、まあ、ミドルグレーとオリーブグリーンと合わせてみたんですけど、このコーディネートだけでも、まあ、これだけでも全然かっこいいんじゃないかなと、思ってます。はい。で、これがですね、
えばですけど、お仕事で行きたいっていう方は、正直ね、あんまりおすすめはしてないですね。はい。まあ、お仕事でも、こう、タートルネックのニットだったりとか、例えば、こう、ポロシャツだったりとか、こう、まあ、シャツをタックインして、お仕事しなきゃいけないっていう方には、正直あんまりおすすめはしてないです。まあ、何にせよ、こう、ウエストがゴムなので、タックインしてしまうと、紐がね、ポペロンって見えたりとか、こう、ゴムの部分が見えちゃうので、僕はあんまり、好きじゃないっていうだけなんですけど、まあ、実際どうなんですかね。こう、たまにやったりしますけど、別にそれでもね、なくはないのかもしれないですけど、正直そんなにおすすめはしないです。はい。ちょっと一回入れてみます。こんな感じですね。わかりますかね？ウエストがゴムになってるんで、こう、ちょっとね、こう、ギュッと、絞ってある感じが、こう、見た目でも、ね、伝わっちゃうかなと思います。はい、ということで、ちょっとカジュアルな感じでね、コットンニット、着用してみました。まあ、トレーナーっぽいようなね、こうロンティーっぽいようなニットのような、すごいね、いいバランスのやつなんで、これまた後でというか次回紹介したいなと思ってるんですけど、こういうね、ちょっとカジュアルな感じ、アイテム的にはちょっとスポーティーな要素もあるんですかね。こういうのも、すごくね、相性はいいかなと思っていて、まあ、ちょっとブルゾンね、持ってきたんですけど、そういったね、スポーティーな、ブルゾンだったりとか、アウターと合わせる、まあ、トップスと合わせるみたいなところも、すごくおすすめしたいなと思ってます。はい。こういう服装だと、足元もね、スニーカーにしてあげると、より統一感が出ていいかなと思います。で、まあ、ちょっとブルゾンも着てみましょうか。はい、こんな感じですね。まあ、ちょっと46なんで、気持ち、僕には大きいですけど、こういったね、スポーティーなブルゾンと合わせるのも、すごくかっこいいかなと、おすすめしたいなと思ってます。はい。どうですかね。こう、下にこれでデニムだったりとか、スウェットパンツを持ってこれば、こう、よりカジュアルな感じにはなりますけど、もう少しね、こう、ブルゾンスタイル、スポーティーなスタイリングが、こう、綺麗に、なる感じがね、伝わるんじゃないかなと、伝わったらいいなと、思ってます。はい。こういった感じで、パーカータイプのこういうのももちろんいいですし、例えばちょっとミリタリーテイストな M65 だったりとか、そういったものでもいいですし、結構ね、幅広く何でも合わせれちゃうかなと思います。はい。まあ、これは本当にまだ履いたことないよっていう方だったりとか、もう本当にスラックス履いてみたいと。入門したいなっていう感じの方が、1本目に選ぶのにはね、すごく最適なパンツかなと、個人的には思っているので、ぜひ、チェックしてみて、そして、ゲットして、こう、挑戦してもらえたらいいかなと思ってます。はい、という感じでですね、僕らの動画はこんな感じで、毎日8時に大人のメンズファッションについて動画をアップしてます。ぜひチャンネル登録をお願いします。はい。というわけで、また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。